ॐ सहना भवतु, सहनो हुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ। वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय, आभिराभिर्मयेधि रुद्रायत्ते दक्षिणमुखं, तेन मां पाहि नित्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ।神様、イージス座からジス座へ導いてください。無知の暗闇から知識の光へ導いてください。死から不死へ導いてください。我々の中にお入りください。あなたの優しい顔で我々を守ってください。ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ।皆さん、おはようございます。ナマステ。ちょっと久しぶりですね。OK、三田村様。はい、おはようございます。おはようございます。どうぞ。はい。前回6月の最後は、無目出途は解脱が欲しい人のとても大切なことは識別ですよというとこから始まりました。ただその識別っていうのを聞くと耳が痛い、心が痛いという状態が出ます。本当？はい。かもしれない。多くの人は本当の状態を覆い隠してます。で、実在とか、もそういし、うもの、耳痛い、もし痛いですから、本当は気づきはできてます。気づきはできてますけれども、簡単ではないですということです。ですけれども、耳、例えば聞いても耳が痛くない、その人を気づきもまだ。はい。気づきもまだです。それで。それで、ただ識別がちゃんとできないと、やる気が出ません。それが勉強の窓口になってます、識別が。で、もう一つは、前から真理に立ち向かう準備をしてないと、後でとても大きなショックを受けます。で、頭がおかしくなったり、悲しくて何もできない状態になりますから、真理に立ち向かう準備が必要です。で、心の痛い状態、これは病気に例えれば心の病気、それにはオペレーション、心のオペレーションが必要ですということで、心のオペレーションが識別ということですよという話をそうしました。ですね。心の別のオペレーションが病院に入院して、これはできないんですから。ね、先我々は
京都の那須総理会の時、心の選択、どのようにできる、それがもしあるかいさは、心の選択マシン、もし作っていれば、いいではないですか。そのマシンに入って、包括的な選択マシン、そのマシンに入って、体もきれいになります、服もきれいになります、心もきれいになります。選択キー。選択キー。選択のマシンって言ってます、私。選択マシンですね。でそれは選択キー、多分。で選択マシンで、それに入って、それはとても良かったですけれども、まだパナソニック、それからソニー、それまだ作ってないですね。これ、それ、そこ、その時まで識別しないといけないですね。勉強しないといけないですね。OK、それから。はい。それで、じゃあ人生を識別しましょう。ということで、識別を始めました。まず最初にお母さんのお腹から生まれます。で、幼稚園、小学校と進み、就職会社に入って、仕事をしてお金を稼ぎます、そして結婚して子供が生まれて成長して年を取って定年退職して趣味などで時間を過ごす。そしたらどんどん体力は衰えていきます。いろんな病気もゆっくり現れて最後に死にます。識別すると、最後に火そば。火そば死にます。そうです。はい。それで、はい。で、そうやって識別をすると、私たちの人生は全ての人がこういう人生を送ってるんですよっていうことですね。そこで、マハラジがお釈迦様の僧院の蓮の花のたたえをしました。そうですね。はい。それで、一つインドであります。バテルショブ。チャール、シッドヘチキナ、ディクティギリエクタバーティペディクティハ。例えば、ナベ、で、あなたは、ご飯を作ってますね。で、米は本当、ボイルします、しませんでしたか。それをチェックするために、一つだけ取って、もしプレスしますと、すべてのお米は今ご飯になりましたかな、チェックできます。それがそれ一つですね。そのために、これ我々は説明しますね。お釈迦様はその意味で、一つ蓮の花に集中してください。その助言でますね。最初から最後まで状態を見てください。そのお釈迦様の助言です。それで、すべての蓮の花の状態が同じ。その結論でます。人間の一人様のもし最初から最後までチェックしますと、ね、それ皆さんも同じです、ね。皆さんの人生が同じじゃないですか。どうぞ。はい。それから、シリラーマクリシュナのショール、モトルバブにお願いして買ってもらったショールで4つの識別の話をしました。で、1つは、すべて、5つの要素、ショール自体は羊の毛でできてるだけで5つの要素で全てできてる、全て同じで。2番目、最初は綺麗ですけれどもどん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 古くなって綺麗な状態は続かない、3番目が、これを着ると自分がスペシャルっていう気分になってエゴがうぬぼれも出ます。で、最後、4番目。そのうぬぼれによって、神様からどんどん遠ざかっていきます。だけど、結局的なものの好きになりますと、霊的な好きにものになるが難しくなります。はい。それを合わせるですね。それで、タクールはその服を踏んで、唾をかけて、最後、燃やそうとしました。もったいない。皆さんはそのことをも知りますと何がコメントします。もったいないですね。
もったいない、うん、その他にスワミジのラージャヨーガの本の中で3つの性質、サット、レザス、タマス、うん、人生はすべて、うん、まあ、変化している、うん、で苦しい、うんうん、苦痛に満ちていますよっていうことと、うん、あとユディシュラ王の話で、うん、人生面白いことは不思議なことは自分は決して死なないっていうふうに全ての人は思ってますよ、うん、そういう話をしました、うんうん、でじゃあ次の識別として毎日をもう少し具体的に識別すると、うん、朝起きて、うん、朝ごはんを食べて、うん、電車など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 、うん、あ、じゃあそれでなどなどで、うん、結局みんな毎日毎日同じですよと、うん、で毎日何が面白いでしょうか、これが人生ですよって、うんうん、あと仕事でも失敗や成功があってっていう、で家族でも問題があって、うん、で体でもいい時も悪い時もある、うん、で心の部分では否定的な感情のコントロールができない、うん、怒り、欲望、快楽、肉欲、うん、もっともっと増えるともっともっと心配が増えます、うん、もっともっと心の平安がなくなりますと、うんうん、あとは過去を考えて後悔もします、うん、で未来についても心配します、うん、それが全てみんなそうですねと、そして最後に外の自由と外の束縛、中の自由と中の束縛という話をしました。そうですね、はい、で最終的にツワミジの助言として経験から勉強することが一番大切ですよと、うん、その経験を早く経験すると早く解脱する気もやる気が出てきますと、もし経験から学びたいなら経験から学びたくないとずっと同じ繰り返し繰り返し何回も生まれ変わり、うん、生まれ変わりしないといけないですね、うん、大事なポイントは学びたい、うん、学びたくない。我々問題は苦しみの経験ありますけれども、ある時だけ少し時間ちょっとあまりそのそういう経験が良くない、うん、このそういう生活が良くない、それ変化した方がいい、考えてまた忘れてまた前の状態に戻る、はい、学んでないです。とサミジの言うことは早く経験だけではなく、その経験から早く学ぶ欲しいですね。学ばないと何も変化しないですね。と前はさっき我々のそのことも出ました。京都の夏の会の時。本当は我々自分は自分の変化したいは変化したくない、うん、それが基礎的な質問ですですね、はい、そう我々いろいろ変化のことをいろいろ想像してます、勉強してますけれども、本当私自分についてその質問、私本当変化したいはしたくない、そのポイントです。で経験から学びたいは学びたくない、学びたいならすぐサミジマスターその経験でまた自由のやる気が出ます。それがサミビガンの言うことです。もしそうしないとまたでいっぱい経験、苦しみの経験ありますけども、もしそれかもし学ばないとまたあまり意味ないです。その経験が無駄になりませんか、意味ないですね。また困ってで、まあ、また忘れて、また困って、で、みんないつもその状態ではないですか。我々は、学んでないです。それが我々は一番それが困ったのことです。そう見に皆さん、自分のね、経験の今から生まれたから今までね、ちょっと内省しましょう。我々本当は私は、自分の私は分析、内省して、本当結論が同じです。いろいろ苦しみ、悲しみ、大変なことを経験、ね、大変な経験があっても、
学んでなかったです。忘れてまだ同じ状態に入ってます。それではないですか。反対したい人口いますか。これそれではない。いつもほとんどそれではないですか。普通の我々の状態。そして三味線の言うことをできるだけその経験早くして経験を持って学んでください。それは三味線は本当にぴったり言ってないですけれども、そのメッセージが入っています。その経験から、これ経験から学んでください。そうしないとあまり意味ないです。ね、それがポイントです。学ぶ、ね。その経験から学ぶ。それが大事なポイントです。ね、そうしますと、下脱のやる気は出ます。そのことでしょ？そう、大体これですね。はい、ありがとうございます。あなた、よくこれ、サマリできましたから、予約できましたから、ありがとうございます。それから、Everyone wants freedom の一つ。先、私は一つ考えは、本当は下脱が好き人はとても少ない。ですけれども、別のこれ意味で皆さんが自由が欲しい。ちょっと管轄しましょう、ね。どうして皆さん、どのように我々は理解します。皆さんが自由が欲しい。例えば、ですね、子供たちの状態を見てくださいね。子供たちのやり方。例えば、4歳、5歳、3歳の、ね、子供は、これ、歩きたいですね。本当は歩くできませんけれども、歩きたい。道に行くとき、ママと一緒に歩くとき、子供はこれ歩きたい。ですけれども、本当は歩くできない。落ちてます。そのとき、お母さん、自分の抱っこに来てください。ですけれども、いえ、です。反対します。子供たち反対しません？うん、どうして？お母さん、私をコントロールしない、それが気持ちです。どうして自分が自由欲しい、それではないですか。本当分、ね、それは、これ、識別してください。その結論。他の人を私のコントロールする、そのことは私は本当は好きではないです、ね。皆さんそうじゃないですか。私は他の人にコントロールしますけれども、他の人は私にコントロール しない方がいい。それを皆さんのちょっと矛盾、これが面白い矛盾です。私はコントロールしたい。です。他の人は私コントロールしたくしない方がいい。そうではないですか。ね。だみんな家族の同じ、ね。旦那さん、奥さん、子供たち、両親、みんなほとんど同じ考え方です。そして皆さんが本当は自由が欲しいです。なぜならもう一つは例えば、普通の人ですね。今子供のことではない。普通の人の生活、毎日生活みんな、もしチェックします。何ですか？一つ英語で、ドラジャリー言葉は一つあります。ドラジャリー。とモノトニー、例えばモノトニー、私のディクショナリーで受賞で、ドラジャリの日本語ちょっとわかりませんでした。何がちょっと。モノトニー、例えば何ですか？これ、退屈な状態。退屈な状態わかりますか？モノトニー、退屈な状態。と、can you check? Shibani is there now? What is the drudgery? You see? Drudgery, you know the translation?I mean, English to Japanese to Berkochi. Japanese to, so drudgery. Drudgery, see what is drudgery? Drudgery, monotony, daitai, onaji imi desu. Mainichi, mainichi, onaji koto. Tatayo, onaji tabemono, onaji nomimono,
同じ生活を毎日毎日、それ皆さんあまり好きではないですね。So it goes gradually, monotony. Monotony がモノトンから出てますね。モノトン、例えば同じトーン。例えば、サレガマパダミササミ、例えばありますね。7。そのためにいつももし、さあ、ずっと続きます。それがモノトニーです。クエキ、クエキ。あら、多分。クエキ。クエキ。What do you say? クエキ。ちょっと皆さんチェックしておいてください。な、シバニ、what do you say? There is a word called クエキ、which is toil, to toil and drudgery. And I'm asking them to check if it is correct or not. What is coming? Okay. Another word. There's another word. Inochino sentaku. Good, no. Inochino sentaku. Okay. Quick. どうですか皆さんの。あの、モノトーンは単調って意味です、日本語。モノトーンになんか、ラジャリー。ラジャリーも、うん、また退屈でいいと思います。OK。それが皆さん大体分かりますね。私の何の意味でその言葉を使っています。それ退屈の状態です。毎日、毎日、毎日。それから皆さんその状態から離れたいです。そうではないですか？毎日毎日同じ仕事をしないといけない、同じだといろいろしない。それからその状態からね、家族、仕事、食べ物、その状態で全部で何がイメージが何ですか？退屈の状態。モノトニー、same life, same food, same drinks, same family, same house. So they want to 離れたいです、その場所から。これが自分その場所、その状態から自由が欲しいではないですか？どうですか？ね、一つの言葉で離れたい。だってもっとディパール意味が、もっと深い意味が自由です。自由から。その場所、その状態から自由欲しいです。あ、ネガティブ言葉、逃げたいです。その状態から、その場所から逃げたいです。I want to escape. ですね。とエスケープちょっとネガティブ、離れたいちょっとポジティブ、あ、自由が一番。その場所からその状態から私は自由が欲しい。I want freedom. そう、皆さんどうします？例えば、正月のお休みの時、お盆のお休みの時、ゴールデンウィークのお休みの時、成田いっぱい混んでます。どうして皆さんあちこちあちこちあちこち旅行したい。そしてインドに行きたい。ね。インドにどうして同じ。で、いろいろもちろんいろいろ目的合わせて、本当の目的は I want to escape. I want to be free from the everyday's monotonous life, everyday's drudgery.リカさんどうですか？そうですね。ね、今インドに、今リカさんインドから参加してますから。だいたいそれが本当はイナー、ね、本当は中の考えはそうです。I want to be away, I want to be free. I have to some free time. ですね。それのために何ですか？旅行。それのためにが趣味、ハビね。そのためにのハビ、そしてます。それが、一番、自由の方法が、霊的な自由です。無目標。とてもネガティブなんですか？もう一つ種類、とてもネガティブあります。方法。ね。プッスの状態から、何か逃げたい、離れたい。そのために、アルコホリックですね。いっぱいお酒飲んで忘れたいです。その状態が一番否定的な状態です。ですけれども、
大事なことはその方も自由が欲しいです。普通の毎日の毎日の生活からちょっと離れたいです。みんな本当中の目的は本当は自由が欲しいです。I want freedom. でそのためにいろいろ方法があります。ですけれども、プッスの見たかで固定的だとしました。なんですよ、旅行、趣味、それでも最初にタイアルになります。それでありませんか、ね、私は前、京都のサマリットの時言いました、リラックスしたい。その目的で旅行のためにあちこち行って戻るとき、もっと疲れたみたいです。ね、行く前、ね、私は疲れたですけれども、リラックスしたい。ですから、最終的な旅行から戻るとき、もっとタイアルになってます。その経験ありませんか？例えば、失踪します。例えば、グランドキャニオン。我々ある信者行きました。アメリカに。グランドキャニオンを見たい。で、見て、戻って、どうでしたか？考え、それ、最初、イメージがグランドキャニオンがとてもグランドでしたけれども、三田村さん、どうでしたか？疲れました。それで、それが、他の方で、例えば、本当の自由の喜びはできません。一つの方だけでできる。それがモクショ。霊的なレベルで自由。スピリチュアルレベルで自由。その方法で本当は我々は喜びます。ですから、次の質問。ベーシックコスチョン。基礎的な質問。どうして人が自由が欲しい ?Why people want freedom?、Why people want freedom? どうしてですか？知ってますか？マスダさん。マスダさん。一生懸命メモしてます。どうですか？どうして皆さんが自由が欲しい？どうしてですか？どうして？そうそうそう、どうしてどうして？今ある自分の、今ある自分の状態だけではなく、すべてのことから、なんだ、解放されたいって思うから自由が欲しい。どうだか。OK、それでもちろん、それ説明できますけど、本当は基礎的な答えは、皆さんの本性は自由ですから。アートマンは ever free。アートマンは always free。いつも自由です。そこから出てます。そこから我々の自由のやる気が出てます。いろいろレベルで自由が、ね、自由の考えが出ます。自由の願いが出ます。ね、我々の魂のアートマンの何ですか？本性は何ですか？これが無限です。そして我々は死にたくない。いつもあれは存在してほしい。死にたくない。我々ですね。我々の魂の本性は何ですか？絶対の知識ですから、そして我々はいろいろことを知りたいです。勉強したい。学びたい。それが原因です。そこから来てます。我々いろいろ知りたい、学びたい、理解したい。本当は基礎的、それの
何か源、基本的に源は我々の魂の本性は絶対の知識ですから。どうして我々は楽しみがそんなに好き、喜びそんなに好き、なんだ我々は、あと我々のアートマンの本性は至福ですから。同じ、どうして我々は自由が好き、我々アートマンの本性は自由ですから。わかりますか？そして、その中から、我々本性からその自由のやる気出てますから、いろいろレベルで我々はそのこと理解しないで、いろいろレベルでそれを自由が我々が自由の我々の願いあります。ですけれども、本当は我々の本性は自由、その自由、絶対の自由です。我々は時々家族から離れます、仕事から離れます、とそれ一時的な自由です。ですけども、アートマンのレベルの自由でが絶対の自由です。これが違う。ね、我々の今の状態、自由、また束縛。自由、束縛。自由、束縛です。自由と束縛、束縛と自由。ですけれども、絶対の自由がそうではない。そうしますと、本当は何ですか？離脱はできます。それはまだ束縛の状態、まだ出ないんです。そうしないと、プッスの自由と束縛と何苦しみ、悲しみ出ますでしょ。旅行の時、結構時々楽しんでますけれども、戻ってまた同じ束縛の状態。また仕事の場所に入らないといけない。また会社のことしないといけない。また家族のためにみんな利用しないといけないんでしょ。ね、旅行の時、レストランで結構食べましたけれども、うちに入って、その時、まあまあありますから、誰でもね、レストランのことを、レストランのものか食べたくないでしょ。お母さん、奥さんの料理が欲しいですね。それではないんですか。そしてまた同じ束縛で。絶対の自由ではないです。ある時だけ。それ絶対の自由は下脱だけでできます。ね。でそれから面白いは、二つ反対種類。ね、フォース、英語で。ちょっとそのフォースは力ではない？働いてます、我々の中に。我々の中にだけではない。この宇宙に、その二つフォース、反対フォースが働いてます。センティペタルフォース、センティフューガルフォース。聞いたことありますか？求心力、遠心力。聞いたことありますか？え？トシコさん？聞いたことある？え？トシコ今井さん？はい、聞いたことあります。そうか、センティペタルフォース、センティフューガルフォース。センティペタルフォースが何ですか？例えば、あるフォース、例えば心は中心に向ける。それがセンティペタル。中心に向けます。中心は何ですか？アートマンです。ね。と、我々心のある部分は、我々人格の何が中心に向ける。それがセンティペタルフォース。ある別のフォースが何ですか？センティフューガルフォース、遠心力、アートマンから外に引きつけます。霊的なものから世俗的なものに引きつけます。いつもそれが戦いです。センティペタルフォース、センティフューガルフォース。アトモンに向ける、アトモンから離れる。ですね。とアトモン、ラジャスとトマスはいつもは何だ、センティフューガルフォース。アトモンから離れたい。ね、ラジャースとトモス的な生活の影響で我々の人格の中心、アートマンから離れたい。あ、そっとはアートマンに向けたいです。これセンティペタルフォース。ですね。で、それのために
それから我々本当はこの状態は我々は何が理解するが大事です。なぜならアトモンに向けますと、アトモンの状態は何ですか？自由です。さっき言いました。アトモンの本性は絶対の自由です。そしてそのように状態、我々本当は絶対の自由ができます。ね、アトモンに向けます。あれアトモンから離れたいですから、霊的なものから世俗的なものに我々は向けますと、ボンデッジ、もっと束縛の状態です。どうですか、そのアイディア？我々いつも心の中にその状態ではないですか？ある部分が何か自由が欲しい。それのためにアトモンに向けます。本当の自由が欲しい。もう一つは、自由より束縛が欲しいです。本当は本当です。ある時だけ自由が欲しいですけれども、またすぐ束縛が好きになっています。これが面白いですけれども正しいです。ある時だけ自由、時々ちょっと自由の味が好き。いつも自由が好きではない。また束縛が好きになって、また仕事、家族でまたその所有。生活に入りたいです。So very few people are there. とても少ない。本当の自由が欲しい人少ないです。Most of the people, most of the men, いつも人が自由より束縛が欲しいです。どうですか？ちょっと内省しましょう。で、わかる。そのことは、私は多分そのこと聞いてたもんちょっとわからない。どれが皆さん本当、同意します？ですが自分の内省もし考え内省しましょうとしますと分かります。本当は自由が我々欲しいではない。怖いです。本当の自由のことを考えると怖いです。そしていろいろ仕事で家族でいろいろ忘れたいです。ですから我々いつもセンティフューガルフォース、遠心力がストーンです。Very strong.ロジャース・トモスの力とてもすごいです。引きつけます。アトモンから引きつけます。外に。そして、どうしますか？ロケット知ってますか？皆さん、ロケット。ロケットはグラビテーショナルフォース、グラビテーショナルフィールド、わかりますか？グラビテーショナルフィールド、グラビテーション。何ですか？日本語で。リオクバ。知ってますか？ジューリオクバ。グラビテーショナルフィールド。そう、ロケット、外から出ないといけないですね。そうしないと回ることできないですね、宇宙に。そう、グラビテーショナルフィールドから出ないといけないです。それ、ロケット。それではないですか？そのために何が大事です？とってもパワフルフィール。とってもすごい燃料が必要です。そうしないと出ることできないです。グラビテーショナルフィールドから。ね。重力場から出ることできないです。どうですか？皆さんちょっと難しい？わかりますか？皆さんの言うこと。三田さんわかりますか？言うこと私ね。よくわかります。よくわかります。ロケットがグラビテーショナルフィールドから出たいなら、何が必要です？みんな科学者、とってもなんですが、とってもすごい燃料を作ってます。フィール。そのフィールのプレッシャーでグラビテーショナルフィールドから出ます。それがロケットが自由です。グラビテーション。同じ我々心のロケット。ね、ロケット心のロケットがグラビテーショナルフィールド、マヤ。マヤから出たいならとてもすごいなんですか？これ燃料が必要です。その燃料なんですか？無目出端。Strong desire for liberation. Very, very strong liberation. とてもすごい。下脱の願い。そうしないとできないです。そのマヤのグラビテーショナルフィールドね。マヤの重力棒から出ることはできません。We need a very strong
と英語で言ってます。エスケベロシティ。脱出速度。知ってますか？脱出速度。エスケベロシティ。とそのマヤの、マヤからエスケベロシティのためにね。ね、脱出速度、速度のために、ストロング、もっとやる気。下脱のためにとてもすごいやる気が必要です。そうしないと、リハビリテーションプリルから出ることができない。マヤの脱出速度から、マヤの重力棒から出ることができません。Now one may ask、ね、今面白い質問。何が面白い質問？アートマン is ever free。アートマンがいつも自由です。ですけれども、マヤはそれはアートマンの縛れています。束縛しています。どうしてですか？反対ステートメントではないですか？言うことは反対ではないですか？アートマンが ever free。アートマン is always free。時間、場所の関係ないです。Everywhere, every time,、mm. Atman is free. Then next moment, we say, Maya は Atman の何か束縛してます。反対のステップではないですか？いうことは反対ではないですか？いつも free だったら、どのように Maya が Atman を束縛しますか？皆さん、言うこと分かりますか？それは矛盾ではないですか？チエコちゃん、どうですか？反対ではないですか？二つの言うこと？はい。反対ですか？はい。どうしてですか？どうして反対？あなたもさっき言ってます。聖典、私な、聖典に言ってます。アートマンがいつも自由です。アートマン is always free。But next moment、次の瞬間に言っても違う。アートマン、マヤはアートマンの束縛をしています。How to relate? How to solve this contradictory statement? 矛盾の言葉はどのように解決しますか？そう、シャミ・ビベカンドにその質問をしました。皆さん知ってますか？そのこの質問の答え、このコンタディクション、プテスト矛盾のどのように生活します？ You are asking me the answer? That、the Atman is ever free. Free, but the next moment you see, the mind binds the Atman.、It is because of our strong body and mind complex.、Mm-hmm. We do not think all the time that we are not this body and mind. We always associate.ourselves with our body and mind. That is why we cannot. それで、アニマルマンの答えは、俺は体と心意識がとても強いですから、で、それがその状態です。で、答えは、で、もう一つ質問。もし、マヤは束縛しますね、アトマの束縛し、いつから束縛してます？どうして束縛しています、ね、我々の今の気づきは、アトマンを、マヤはアトマンを束縛してますね。で、次の質問は、いつから束縛してますか？どうして束縛してますか？その答え。ヴェダントの言うことを、その答えの、この質問の答えがないんです。答えがない。ですけれども、ベダントの言うことは、マヤから我々は自由ができます。マヤ、いつはアトマンを束縛しますか、我々は知らない。とりあえずその答えをあなたは理解しててください。知らない。ですけれども、あなたのその気づきですね、この意識ありますでしょ。これ、アトマン。マヤはアトマンのこれなんですが、束縛しています。で、ベダントの言うことは、あなたは
その場所、その状態から自由ができる。それが大事でしょう、我々のために。そして、ベダントの考えは、前はビギニングです。いつから始めました?いつから束縛しています?わからない。ですけれども、マヤのエンド、終わりができます。わかりましたね?いつから始め、マヤが、これ、アトマの、ね、束縛しました?知らないですけれども、マヤがあるとき終わります。あるとき消える。それができます。So, it has a beginning. It has no beginning, but it has an end. それ面白いです。で、ブロンモンとマヤが比べますと、これ面白い。ブロンモンは beginningless, endless。始まりもない、終わりもない。マヤが何ですか ?beginning のことわからない。ですから、エンディングあります。わかる、言うことわかりますか。そしてマヤがファイナルです。マハラジ、もう一回お願いします。あ、じゃあもう一回、ブロンモンとマヤ何が違う？ブロンモンが永遠ですから、始まりもない、終わりもない。It has no beginning, no ending. So it is infinite ですね。マヤはそうではない。マヤいつから始めます？わからない。ですからマヤ絶対消える。It has an end.This is これが大きな違うです。Now you understood, Mitali? So, どのように消えます?で、ベダンということは、とてもとても長い、すごい霊的な、これ、実践して、心と体と頭と、例えば知性を清らかをして、それから、ブロンモンの恩寵で、我々は自分のアトマンの本性を理解すれば、例えばサマーディに入って、それを理解すれば、我々の、それのマヤの束縛を、これ外すことができます。外します。束縛は消えます。その時、ね、それゲダス出ますね。その時、我々二つが出来事があります。一つ何ですか?我々は本当は悟りますし、本当は理解します。何ですか?アートマンはいつもフリーですね。いつも自由です。もう一つ何ですか?マヤの本当の存在はないです。マヤの存在は相対的です。Relative. マヤの本当の存在はないんです。うん、ですけど、マヤありますでしょ?どうしてこれがベダントの答えは、これはあなたの無知的な心の想像だけです。It is your mind's imagination. 本当、マヤの存在はないんです。そして、マヤの存在なかったら、あなたの前の質問、いつからマヤはアトマンの束縛をしました？どうしてマヤはアトマンの束縛をしてます？その質問の意味がないです。なぜ本当のマヤがないですから。本当のマヤがないですから、その質問があまり必要でないでしょ？マヤいつから、本当はマヤがないですから。どうですか？わかりますか？本当のものあったら、束縛、いつから束縛をしました、どんつてしくれました、どのように束縛して、その質問出ます。は、う、る、ん、本当はもしイマジネーションだ、想像だったら、想像のものからにしといて、その質問があまり意味ないですね。なぜ本当のものがないですか？想像的ですから。それのために、説明のために、ベダントは、何ですか言ってます。皆さん、本当はマヤが創造的なもの、それを説明のためにベダントは言ってます。
我々毎日の毎日の3つの状態に我々入っています。何ですか？ジャグラッ、スワプナ、シュシュプティ。ジャグラッは何ですか？目覚めたの状態。それから、これ睡眠の状態ですね。これが睡眠の状態の時、我々は、ね、2つです。睡眠の時2つの状態。一つは夢を見てます、ね。夢見てます。夢。もう一つは夢を見ないで深い睡眠。それがスシュプティ、ね。皆さん知ってますか？ジャグラッ、スワプナ、スシュプティ。前、もちろん私は言いましたと思います。ジャグラッ、スワプナ、スシュプティ。見てください。ジャグラッ、スワプナ、スシュプティ。大丈夫ですか？え？ジャグラッが目覚めたの状態。スワプナは夢を見る。あ、スシュプティは夢を見ないで深く睡眠。ですね。で今、ジャグラッは我々はもちろんわかります、皆さんね。我々はその時、目覚めの状態で働いてます。愛してます。喧嘩してます。あちこち行ってます。ですね。食事を食べます。飲みます。いろいろでしょ。それは皆さん、はっきり分かりますね。目覚めたの状態。説明いらない。で、ショップの。ショップのが大事です。ショップの関係ありますから。我々前の質問のショップの関係あります。例えば、あなた、東京に、います。時をの部屋、自分の家にいますね。で、夜どうしますか？夜10時、11時、12時ぐらいになるとで、その時からベッドに、ね、寝たいですね。で、ベッドに寝たい。で、あなたベッドにあなたはラインダウンです、ね、ベッド。その時突然、あなた見ました。あなたインドに行きました。インド。インドに行って、インドのあちこちあちこち旅行の後、インドの有名な森、シュンダルバンの名前ですね。シュンダの大きな森ですね。に入りました。で、森に入ってあちこち遊びに見てました。景色を見てました。突然、ベンガルタイガー聞いたことありますか？ベンガルのトラ。ベンガルのトラは、遠くに見えます。で、だん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 その虎、大きな虎、あなたの近くに来てます。あなたどうしますか？その時。もちろん逃げたいでしょ？ね？逃げたい。ですけれども、その虎もあなたは何が？これ、追跡してました。追跡わかる？チェジン。あなたも一生懸命走ってますけれども、トトラはほとんどあなたに近くに来て、あなた攻撃したいですから、あなたその時大きな声で助けてくださいと大きな声で、その時突然何を見ました？今さ突然、インドではない、虎ではない、周り皆さんは、家族の皆さん立ってます。何でした？どうして大きな声で助けてください言ってました？インドではない、森ではない、虎ではもない、家族の皆さん立ってます。その時何を答えます？だけではその時あなた、とても怖がって足出てます。ドキドキドキ、中はドキ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 。
で、あなた何を答えます？皆さん何ですか？どうしてあなた突然真夜中、助けてください、助けてください、大きな声で。え、どうして？その手は本田を恥ずかしながら、すみません、ちょっと怖いの夢、怖いの夢を見ました。で、夢見るとき、本当はそれは本当はリアル、実際のもの、その考え出なかった？出ませんでしたでしょ？出てましたでしょ？それのためにあなたは大きな声で助けてください、助けて。それが本当、本当でしょ？え？本当でしょ？そのために家族の皆さん、あなたの部屋に入りましたでしょ？今その状態を見てください。と、夢を見るとき、それが夢、その理解はないんです。ありますか？ないです。もしあったらあなたは絶対それは助けてください、助けてください。その怖いんで、あなた、怖くてあなたももちろん言ってなかったですね。大きな声で。正しい？正しいでしょ？いつわかりました？もしあなたはまた目覚めた状態に戻ったら、目覚めた後、で、あなた理解しますと、お、そのととてもリリーフ。よかったね。ね、私は本当は森ではない。鳥も私にね、攻撃してなかった。私自分の部屋に言っています。センスリリーフ。そして前の夢、本当は夢の時を私はそういう夢を見ています。わかりません。目覚めた後あなたは比べてわかります。同じ無知がある間、ね、我々はマヤが正しい考えてます。ね、無知の状態、我々ありな、マヤありますから、我々全部皆本当は正しいそのことを考えてます。ですけれども、今の状態に入った後、本当は我々この状態を目覚めたの状態も夢、目覚めた状態も夢、その理解はできません。そのために別の状態に入らないといけない。その状態は本当の目覚めたの状態。ベダントの考えでそれはトリーを切ってます。トリーですね。トリーの状態。それはトリオの状態、例えば、もう一つの状態は、これ、これ、トゥー、これトゥリーヨ。トゥリーヨのもう一つの状態があります。それの我々経験がないんです。ね、そのトゥリーヨの日本語なんですが、超越の状態です。ね、超越の状態。と、ベダントの考えで、その超越状態の本当の目覚めたの状態です。それを比べて、我々プスの目覚めたの状態は何ですか？初体的な目覚めた状態です。初体的な目覚めた。本当の目覚めたの状態、何が別の名前で、ブッダ。ね、ブッダお釈迦様、ロード・ブッダ、そのブッダ。ブッダの本当翻訳は何ですか？目覚めた。目覚めたの方です。ね、目覚めたの方。それがブッダです。The Awakened。英語で The Awakened。その状態に入りますと、我々は普通の目覚め、普通の目覚めたの状態は本当はそれも有名です。有名で我々は働いています。有名で我々は愛しています。有名で我々は喧嘩しています。有名で我々は職場食べています。全部今有名の状態です。でその状態でもし我々が入りますとその時分かります。それ普通のメジャーメントの状態も本当有名です。
それ本当はリアルではないんです。と同じマヤも同じことです。それチョイスの状態、マヤからね、マヤをチョイスしないと、本当の目覚めの状態は出ないんです。その目覚めたの状態に入りますと、サマーディ一緒ですね、同じことですね。サマーディに入りますと、本当の目覚めたの状態は出ます。絶対の目覚めたの状態は出ます。それがサマーディ、ゲダスミナ、同じことです。そのところに状態に入りますと、マヤは本当の存在がないです。マヤも有名です。その時だけ理解します。どうですか？皆さん分かりますか？ですね。今日は例えば、さっき言いました、ベダントの考えで、本当のマヤの無知がある間、マヤは存在してますけれども、無知はもし消えますと、マヤの本当存在がないです。アトモン is ever free. アトモン is always free. アトモンいつも自由です。その理解はその時で分かります。それの後、サマーディから戻ってまた見えますけれどもね、サマーディから後、また例えばいろいろマヤを見えますけれども、それが加護みたいになります。Like a shadow. 本当のものは見えないです。ですね。シャドウです。カゴみたいになります。シャミ・ブルマンジいました？ある信者に。この世界は私は見てますけれども、どのように見てます？例えばあなたは遠いところをあなたはね、だってある場所にあなた立って、で例えば大きな農園ですね、大きな農園。で、遠いところにちょっと森ありますですね。森みたいです。ちょっと一つライン、暗いラインみたいです。それ、遠いところの場所は本当はあなた、like a shadow、はっきりわからないですね。何が詳しいことわからないです。遠いところの何が詳しい、何がいろいろもの、本当わからない。そう、我々は、この世界を見てます。同じ。遠いところの場所みたいです。シャミ・ブルマンジね、悟った方でしたからね。そのブルマンジ言うこと、この宇宙について、世界について印象がいつもそうです。で、この世界は、本当は私の見方で、like a shadow。遠いところの場所みたいです。そして何も印象、本当の印象、そのインパクトは私に対して何もないんです。ね、結果として、ね。なぜならその遠いところの場所からはっきり分からないですから。気づきはないです。何が何があります。そして何もインパクトもないです。ね、遠いところの場所のインパクトは何もないんです。シャドウみたいです。そして私、ロマンに言うことは、そのうち、その世界のインパクト、私について何もないです。I just see like a shadow.と考えてください。サマーディから戻った後、ね、サマーディに入った人、どのように見えます？それはそのブンマンジのそのいうことです。It's like a shadow. ですけど、我々の何が違う？我々はサマーディに入ってないですから、できてないですから、我々は前の中にありますから、我々は前のものを本当実際のものを考えて、で、ある時苦しみ、あの時楽しみ、あるとき、何が束縛、あるとき、これ悲しみ、苦しみ、鈍い、で、いろいろは本当は、我々にとってみんな実際のものです。リアルです。ですね。それから、次のクラスのとき、我々は、何ですか、これ、今、目標に、目標として今、全部今話終わりましたから、まあ、次のクラスの時、まあ、1週間ぐらい後ですね、次の段階は何ですか？それについて我々話しますね。目標とまで我々は勉強して、次の段階は何ですか？ベダントの、ウポニシャドの、何があります？それ、次のクラスに私は説明します。OK。これで終わり。ありがとうございました。オーン。
उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।